long as I got you. I was running from myself those days. Always breathless search for something to say. 会社の新しい T シャツができたそうです。おー、かわいい。じゃーん。わ、いいじゃん、かっこいい。素敵。甘い。はい、どうぞ。おー。かっこいい。お待たせしました。待ちに待ったというかT シャツが完成しました。皆さんありがとうございます。お待たせしました。お昼に向かいます。あっつー、なんか今日雨降るみたい。マジぬるま湯、ぬるま湯やばっ。午後の打ち合わせが2件終わって4時なんですけど、まだあと4件ある。カツカツだ今日は。ということで急いで次の打ち合わせ入っていきます。ただいま8時半です。すべての打ち合わせが終了いたしました。まだもう少しお仕事をいたします。いたしました。ちょっとまだまだやらなきゃいけないことがいっぱいあるので、お急ぎでご飯食べてお風呂入ってもう少しちょっと作業とかいろいろちょっと整理したいと思います。ちょっとお盆明けの連休明けということもあって今日はかなりバタバタしました。夜ご飯ちょっと時間も遅いのでコンビニで買ったおろし豚しゃぶをいただきたいと思います。いただきます。いいお湯だった。今日は友達からもらったファミュのアンチエイジング、ハリエイジングケアのパックにします。よし。もうちょっと頑張るので R1 を飲みます。今、11時20分。よいしょ。ふわ、もう案の定ソファーで寝落ちしてました。ということで
おやすみなさい。半までに終わらせて散歩に行こうと思ってたんですが全然終わらなかったティーンので、ちょっと今日の朝はヨガと軽い筋トレだけにしよう。あーでもすっきり。よし、今日は栃木レザーバンドでいこう。これをつけるときはですね、じゃーん、このシルバーカバーもつけています。これはガーカルで買ったやつ。ちょっとカチッと系で、はい、かっこいいですねはい、ということで準備完了いたしました。本日はお気に入りのポップコーントップス、ポコポコトップスと呼んでますと、お気に入りの黒パンツです。ネックレスとはジュエッテのもので、ピアスはネットで買ったものです、はい、ということで今日は夕方ぐらいから東京に移動して、木曜日の夜まで東京で、今日は結構ね、ご来社が多かったりするのでちょっとバタバタしそうな一日ですが、頑張っていきます。行ってきます。すごいね。え、じゃあ何時間滞在するの？よいしょ。ジムってさ、どこのジムって言ってみたいの？いや、アーバンフィットです。アーバンフィット、アーバンフィット、アーバンフィット。ちょっとお肉の炒め定食を頼んだつもりが、見てください。見てくださいよ。バーン。炒め物、そしてなぜかラーメン、そしてご飯。ラーメンセットだった。はーい。やばいかもしれない。
I play golf now, so I'm a white poodle. So to sing songs out, but try to be better. Unnecessary shade that I do throw, so I feel better about my shortcomings. Sing a little song, do a little dance, smile for the camera. Don't get caught up inside the damage. Bring a little joy, find some quirky friends that you think can stand you. Life's hard with two hands to handle. Break out of the norm, life is pretty boring. Fun is nothing random. Everybody gorgeous, every day important, everything is glamorous when it's honest inside your hand. Got a severe fear of judgment, but なんとかギリギリだったんですが、新幹線間に合いました。よかった。Pretty long to find stride with this watery soul, but I always knew it'd come if I kept walking the road. ボディがこんな感じで塗っちゃえばいいと思います。リップが今サラちゃんで、後ろが、うん、はい、ピンクのつけられる、うん、面白い。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、とっても素敵なグッズができそうなので楽しみにしててください。しまいましたので、もう大急ぎでお風呂に入って寝ようと思います。バイバイ。上がりました。今日はヒソのレチノールのパックです。ただいま1時半。ということで明日も朝早いので寝ます。2日目お疲れ様でした。おやすみなさーい。今日もバッチリ歩きました。暑かった。おはようございます。ポジティブマインドの作り方ラジオの春菜です。忙しい毎日でも体調を崩さず元気に過ごせる理由ということで、よく私の YouTube チャンネル
はい、ということでちょっとこれから髪の毛のセットをしにですね、美容院にやってまいりました。後ろがうまく映せないんだけど、ヘアセット完了です。かわいいまとめ髪にしてもらいました。ということで今から着替えたり移動したりなどなどちょっと準備をしていきます。はい、準備を終えて会場にやってまいりました。こんな広い会場です。まだお客さんが入る前なんですけど、はい、ちょっと壇上でのスピーチもあったりしてめちゃくちゃ緊張しております。はい、でも楽しんで、こんな機会はなかなかないので楽しんでいきたいと思います。今さら、フォローしたい。嬉しい。私もフォローしたいけど。OK、楽しみ。Like, subscribe, notification. Okay. So let's do, we do selfie. すごい夜景。渋谷の夜景が。しました。楽しかった。すごく貴重な体験をいたしましたね。ちょっと頑張っていきたいなと思います。緊張したり、嬉しくなったり、楽しくなったり、ね、感動したり、お忙しだったから、かなり疲れました。よし、もう12時なので、大急ぎで。お風呂入ってこのまま寝落ちしないように。なかなか貴重な一日でございました。ということで今日もゆっくり寝ます。おやすみなさい。おはようございます。ちょっとだけやっぱりいつも通り起きられず、今6時半なんですけど、今からちょっとサクッと歩きに行って準備して今日も仕事スタートしたいと思います。ほい、準備今日も完了です。今日はアダムエロペのレモン色ニットに、パンツは火曜日と同じユナイテッドアローズのパンツにいたしました。はい、今日はですね、夕方まで東京でちょっといろいろ仕事がありまして、夜
まあ、大阪でちょっと会食に合流するっていうのがあるので、間に合うかなって感じなんですけど、ちょっと夕方の業務が終わり次第、大阪に戻っていきたいと思います。今日も頑張りましょう。すごい、美味しそう。めっちゃやばいことが起きまして、なんと品川駅に iPhone を忘れてきてしまいました。ということでちょっと一旦品川に戻って iPhone を受け取ってでやってると、ちょっと7時のウェブ会議が間に合わなそうなので、やばい。キューブのボックスの中に入りました。すごいんだけど結構広くて、ソファーも座り心地悪くないし、扇風機とか電源 Wi-Fi スタンドとかまであって、めっちゃ集中できそう。ということでこれから1時間打ち合わせして、新幹線乗って帰宅します。もうほんと、あ、電話だ。あ、はい、中山です。いえいえ、しました。いやー、もう全部自分のせいなんですけどね。今日は本当いろいろ予定が狂っちゃって。ただ今日はなんかどうしてももう首とか肩がちょっと痛すぎて、なんで今日はストレッチとマッサージとちょっとちゃんとしてから寝たいし、お風呂も入りたいなと思うので、明日からというかもう明日金曜日なのか。早すぎー。早すぎる今週。肩痛い、やばい。こういう時こそね、これだよね。じゃーん、マイトレックス。すっごい宣伝みたいな流れになっちゃったけど、気持ち痛い。いや、これ手軽にほぐせて本当にいいですね。最近ハマってるオーラの BA ミルクフォーム、こんな感じで泡で出てくる。もったりしすぎないんだけど、細かいからなのかな、シューってすごいしっかり入り込んでいく感じがして、お肌の調子が良くなった気がする。そして締めはコスメデコルテのリポソーム、使い切ったので2個目を買いました。これもほんといいですね。3時間多く寝たような肌になるっていうだけあって、お肌がもちもちになります。スキンケア完了。
しい。よいしょ、これでよく眠れそうだ。ちょっと首が痛い。寝違えたのかな。ここの筋が痛いんだよ。よし、寝ます。もう12時40分。おやすみなさい。はい、準備できました。今日は暑そうなので、これなんていうブランドだったっけな。そう、あの東京でポップアップショップをやっててすごく可愛くて、その場で衝動買いした青のトップスと、下は晴れのワイドパンツですね。これで、商談の時はジャケットを羽織っていきたいと思います。今日は午前中商談で、午後も社内の会議が何件かで、ちょっと夕方いろいろ予定がなくなったりして少し時間ができそうなので、いろいろとちょっと溜まってるタスクをしっかり進める日にしたいなと思っております。ということで行ってきまーす。あ、こんにちは。今日は一人ランチですということで、いつものお店にやってまいりました。9時です。キャー、最後の打ち合わせが終わりましたが、ちょっと今からまだ何件か電話しないといけない。いやいや、こちらこそですよかったよかった。いや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 、帰宅いたしました。1時14分。
いやー、ほんと今週はちょっとかなりバタバタした。うん、やっぱ、ね、休み明けなんでいろんなことが起きるしね。バタバタした一週間だったんですけど。はい、最後まで一緒にお付き合いくださってありがとうございました。明日またキャンプフェスに行くので、朝が早いので、ね、ちょっともうあんま寝られないんですけど、ちょっとシャワーだけパパッと浴びて寝ようと思います。はい。今回も最後まで見てくださって本当にありがとうございました。皆さんからの応援がいつも本当に励みになっております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございます。